フェニルチオカルバミドは味覚に対して得意な性質を持つ有機化合物である。フェニルチオカルバミドはトスニア R38 という苦味受容体に反応する苦味物質であるが、この受容体は遺伝的に持っている人と持っていない人がいるため、この物質を苦いと感じるかどうかは遺伝によって決まり、苦味を感じないグループを見もうという。世界的に見ると、 およそ70%の人がこの物質を苦いと感じるが、この割合は民族によって変化する。例えば、この割合が低いアボリジニでは58%なのに、対してアメリカ州の先住民族では98%もの人が苦みを感じることができる。またコーヒーやお茶を日常的に飲まない人や、喫煙者にはこの割合が高いという研究結果もある。また、 女性の方が男性よりも苦味を感じる率が高いという報告もある。デュポンに勤める科学者であったアーサー・フォックスは1931年にフェニルチオカルバミドの純粋な結晶の粉末を誤って落としてしまったことにより偶然その苦味を感じるかどうかが遺伝によって決まるという事実を発見した。近くにいた同僚の研究者の口に入り苦味に対して文句を言われたのに より近くにいたフォックスは何も感じなかったのである。フォックスは、その後、家族や友人にも被験者として協力してもらって、研究を続け、この現象が不景の遺伝的であることを突き止めた。血を尿素系の化合物に対する味覚と食習慣の間には関係があるという証拠はたくさんある。同様に、ヘビースモーカーは PTC に対してより鈍感である。 味覚に関わる、タンパク質をー度する遺伝子には4つの1、塩基多形が見つかっている。しかし、これが優勢なのか劣勢なのかは分かっていない。一方のコピーの実が感受性であれば苦味を感じることが示されているが、苦味の感じ方が弱いという結果もある。またこれには別の遺伝子も関わっているという指摘もある。ありがとうございます。